なに近くにモンマルトルのサクレクールの小塔が見えるなんて。シムチエール・ド・サン・ヴァンサン、1831年にできているモンマルトルにある3つのうちの1つの墓地で、小さな墓地です。960個のお墓があると書かれています。初めて来ました。向こうにモンマルトルの丘にあるサクレクール寺院の小塔の頭のところが見えるにゃ。ここのね、この脇から墓地に入る入り口があるとはね、今の今まで知らなかった。ここの墓地の存在自体を知らなかったですね。墓地っていうとね、モンマルトル、モンパルナス、ペール・ラ・シェーズっていうのが大きな墓地になります。モンマルトルにね、こんな墓地があるなんて、これはまた一つ発見でした。窓の高い、天井の高い、ああいう窓の作りのとこはね、ロフトになってて、芸術家のアトリエの可能性が高いんですよね。18区っていうのはね、アーティストがいっぱい住んでますので、昔からね、アーティストがいっぱい住んでる歴史があるんですけどね、ああいうほらちょっとこうモダンな窓の天井が高いっていうのが明らかにわかるんですよね、右ののと比べると。だから、こういうのは右側が普通の窓で、こっち側がアトリエとか、スタジオの窓なんですね。ああいうアトリエっていうのはすごくいいんですよ、天井高くてね。ちゃんとね、プリントアウトしてきたんですよ。今ここ入れましたからね。そしたらここまっすぐ行って、まずルネ、ルネスミュールって町、道の名前にもなってるとこだ。こうまっすぐ行って、そこの坂登るとゆとり色の墓があるんですけどね、その前に29番、なんか小さくて雰囲気のいいとこですね、ここ。また晴れた日に来たら楽しそうだな。坂になってるの、こうやって。11番がマルセル・カルネか。マルセル・カルネ監督のお墓がここでした。アミカルでアンシアンでクロワジール。なんか日本みたいなマークがあるね。マルセル・カルネ、有名なね、映画監督であり、あとコメディアンの人が一緒に眠ってるんですよね。こういう風なとはね。この人は画家ですね。ノートラアミって書いてある。
60番が一人色で、サパンアジルの歌い手だった人が3番にいるんだね。その人がロベール・ミネット。あー、これゴッホの糸杉みたいじゃないね。上に高く伸びていく糸杉みたい、ゴッホの木みたい。あ、ゆとり色、モーリスゆとり色ね。モンマルトルというとゆとり色ですね。素朴な感じなんだけど、で、ヘタ馬って言ったらなんなんだけどね、意外と描けそうでいて描けないんですよね。まあ正規の美術教育は受けたんだか受けないんだか、あの絵からは受けてないように思えるけど、オランジェリーにね、ゆとり色が描いたモンマルトルの絵が何点もありましてね。それで私はね、まあ結構好きな方ですよ。このモンマルトルっていうとこ住んでるから親しみが湧くんだけど、パレットを持ってる手の、これパレット折れちゃったのかしらね。えパレットってもっとほらこうあるでしょ、折れちゃったのかも。へえ、あの素朴な絵からは想像つかないような、なんかローマ風っていうのかな、この彫像。でも植木が植えられて綺麗に手入れされてますよね。ところでここに来て思うんだけど、向こうの方がやっぱし丘だからね、こんだけの高さのとこに来てるってことよね。向こうにほら風景が見えるでしょね。ゆとり色の墓初めて来たな。パリにね23年住んでるけど、今回初めて来たんだよね。モンマルトルを大体知ってるような気分になってたけど、知らないとこがまだまだあるってことで面白いですよね。なかなかこれは穴場じゃないかな。この木も風情がいい、あ、出てますね。ツタが枯れていい感じに。ここの墓地はね、斜めにあのモンマルトルの丘の急斜面を利用してお墓が作られてて、ちっちゃなスペースなんですけどね。あ、鳥がすごいいい声で鳴いてた今。後ろにのあのお墓はモーリスゆとり色。モーリスゆとり色ってね、モンマルトルのアーティスト、芸術、あの画家として有名な画家でね、パリの私立美術館や、オランジェリ美術館に作品がいっぱいあります。モンマルトルをね、なんかあの素朴なタッチで描いた作品で有名です。モーリス・ゆとり色。Thank you.
の風景見るとゆとりを思い出すって人も多いですよ。ゆとり色の絵をね思い出す。ピノとこの人ね、カネイヨピノと。あ、いいね、森ゆとりがいい場所にある。お土産とかね、モンマルトルのお土産売り場とかね、いろんなとこにこの作家のアーティストのね、絵の黒猫の絵見かけるでしょ。私もこれのお皿持ってますけど、この柄のね、この有名なアーティストのお墓です。三番さん墓地にあります。文字もね、名前もね、こうやってね、手書き風でね、雰囲気ありますね。そしてなんといってもね、木が、お墓から木が出てる。そしてその木がこう上までずーっとこうやって、すごいね、完全にお墓を壊して木が飛び出てきて、面白いですね、こういうの。初めて見ましたよ、こういうお墓。画家としてまあ、ポスターの方ですけど、主にね、アフィッシュってあのポスターを一つのアートの領域にまで高めたって言われてる、誰もが知ってる作品の作者のお墓がね、こういう樹木の、お墓から樹木が出ているお墓と、面白いですよね。なかなか猫好きにはね、この猫の、これは写真なのかな、絵なのかな、本人のではないですよね、多分。だって本人はこういう絵描いてたんだから、この黒猫とか。大体みんな一度は目にしたことがある絵ですよ。もう猫好きとしてはここは聖地なんじゃないでしょうか。猫好きの聖地ですよ。このアーティストの作品はね、誰もが一度は見たことがあります。お墓から生えてる木は上に上に伸びてる。こんな感じです。お墓から木が生えてます。このね、樹木がね、上に上にずーっと伸びててね、感じがいい。お墓はもう壊れかかっちゃってますけど、石のね、石組みで。あ、今気がついたけど、これラパンジェルじゃん。隣がラパンジェルの位置か。ラパンジェルはね、シャンソンを聴きに来たことありますよ。聴きに行ったこと。みんなでね、歌うんですよ。行きたい人を案内したこともあります。日本から来た知り合いをね。そっか、ラパンジェルがそこにある位置に、この三番さん墓地があったんですね。私、初めて来たんですよ。ここ、だいたい15年はモンマルトルに住んでるんですけど。やっぱりね、住んでるとなかなかね、知らないもんですよ。まあでも、そうですね、ここにゆとり色のお墓もあって、この猫の作家、これね、なんて読むのかなっていつも思うんだけどね、シトラン、シトラン、なんとか、ステ、ステ、
今調べてみますね。これそっか、なるほどねって感じ。あそこに今ラパンチルがある。これでね、だいたい位置が分かった。そっか、ここに三番さん墓地ってあったんですね。外から見えないから、結構塀が高いからね。だから墓地っていうのを知らなければ知らないまんまになっちゃうかもね。ラパンアジルがね、あんなところにあって、有名なシャンソンのね、シャンソンバーですよ。リトルロさんとラパンアジル、そして全3人を見たので、あと他のをざーっと見て帰りましょうかね。お墓ってのは本当落ち着くね。いい場所だわ、フランパリではね。大好きだわ私、パリのお墓参りするの。ペール・ラ・シェーズもね、良かったし、モンパルナスはサルトルのお墓があるでしょ。うちの父はサルトルの研究者だったんでね、お墓周りはよく行きましたね。この樹木は冬でも葉がついてるんだね。ほら、三番さん墓地ってちっちゃな樹木がたくさんあるね。この人は有名なね、ほら、なんとかクイーンっていうのを、ミショーさんですよ、ミショーさん。派手なメガネで有名な人ですよ、髪型と。いわゆるこう、普通のカテゴリーにはまらない、ドラッグクイーンとか、そういう人たちの演技をずっとしてたんじゃないの？花でいっぱい埋まってる。このメガネが特徴の人です。髪がね、またリーゼント君みたいな頭で。あの木は何だろう。実みたいなのがね。あとは、まあ、ルニース。花に囲まれていいですね。ここだけ賑やかだわ。の墓なのかな。ここは木なんだけど、バラの木なんだよね。ローズだから。
バラの木が植わってるんですよ。あ、ラフティスト・ジョルジュ・ローズって書いてあります。こういうね、お墓も面白いね。いいね、発想が。発想が楽しいですよ。丘のピュットってね、このモンマルトの丘のことを言います。のアミって書いて友達ね。レザミ、レザミ・ドラビュット・ジョルジュ・ローズって書いてある。で、これがね、ローズのね、木なんですよね。だから面白いね、こういう発想が。お墓もね、いろんな形があっていいわけですよね、個性に応じて。日本みたいな画一的な四角いお墓ってね、ピカピカ光ってて、みんなね、面白くないでしょ。人間にも個性があるように、お墓にも個性があっていいと思うんです。個性のある人たちがみんな入る場所なんだから、そう思ってね。私は自分のね、あの父のお墓を相当面白いお墓にしましたよ。素敵なね、デザインしたのね、私が。ニトリルのお墓も見れたし、スタインゲームの、お墓も見れたし。寒いんですよ今パリはね、5度ぐらいでね、鼻水も出てきました。もう帰ろうかにゃーって思ってね、いるとこで作品の写真も撮れたし、そしたら人がね、こうやって合わせて、この時間、夕方でね、人がもう来ないかと思ったら来てますね。こんな寒くて、この夕方にね、お墓に、まあ私もいますからね。でも、もう日も暮れたんで、そろそろ帰ります。バニャラ。こんなところになんかイチョウのような黄色い葉っぱが綺麗だにゃ。三番さんってなかなか良かったです。ちっちゃい お墓で。また来ましょう。このモンマルトルっていうのは風情があるんだよね。丘になってるって、こうやって向こうにこう塔が見えたり、サクレクール寺院が見えたりするでしょ。さあ、お名残惜しいですが、そろそろ行きます。